はい、ということでお便り会でございます。はい、お願いします。ショーンさん、林さん、林生さんの奥様、こんにちは。こんにちは。オカルトネーム福兵衛と申します。福兵衛さん、ありがとうございます。岸本さん、改めましてお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。素敵な40歳の1年になりますように。はい、この度は幸運なことにロフト9で開催された岸本さんのお誕生日イベント参加させていただきました。うん、帰りの電車でこのお便りを書いております。お、ありがとうございます。これまでに呪物店とタックさんとの、密会イベントで林さんを拝見したことありましたが、うん、岸本さん、島田さん、ラムさん、イベントに参加するのは初めてでした。うん、まず最初の印象は島田さん声でかっ。ああ、でっかいね。もう声が通る通る、うん、すごい芸人さん、すごいと思いもよらぬポイントで感動してしまいました。確かにそうかもね。そして岸本さんへの GJ すぎるタンプレ、グッドジョブかな、グッジョブみたいなこと、ね、ああ、そういうことか。本当にナイスすぎる、さすが島田さん、本当にありがとうございます。途中疑似結婚式がやりたくて仕方ないおじさんになっていらっしゃいました。うん、ラムさんは初っ端からポンポコの中で会場のハートをわしづかみにしていました。可愛いよね。可愛い可愛いと随所で歓声が上がっていました。うん、あんなにギリギリアウトなクイズをやっていたのに、お笑いライブに慣れていない感じもとても可愛らしかったです。今日のイベントはお笑いライブではなかったのですが、林さんはがっちり恐ろしいトークをされていて、会場の息を飲むような静けさが印象的でした。うん、取材がリアルタイムで進行している様子に鳥肌が立ち、呪物とはまた異なるいわくつきの品も集まってくる林さんでした。うん岸本さんへのプレゼント選びに岸本さんへの愛を感じ、準備が良すぎるのも面白かったです。さすが林さん、さすが奥さん。うん、そして本日の主役の岸本さん、島田さんに汚え汚えと言われていましたが、今日も帽子がお似合いで素敵でした。うん、汚え汚えとか言われてたっけ。言われてましたよ。お色直し後はもう悲鳴です。うん、本当に素敵でした。ありがとう島田さん、ありがとう。ヘアメイクをされたリスナーの方、大天才です。はいはい。舞台の上で熱そうだったのだけが少し心配でした。疑似結婚式後の島田さんのトークの際、ジャケットを脱いだり汗を拭いたりしている岸本さんが素敵すぎて目が釘付けでした。トークではこれまたギリギリなお話で、お茶目なうっかりもありながらゾッとするような UFO 話でした。私はオカルトが好きですが、自分が昔 UFO 関係で怖い思いをした関係で、UFO 系だけは本当にダメなんですが、イベントで流してくださった音声はしばらく頭から消えなさそうです。物販ではトシボーイズのお二人とラムさんにサインをいただきありがとうございました。お二人を前にすると頭が真っ白になり、言葉が全然出てこなくてお写真をお願いできなかったのが無念です。通称ラムさんとは撮っていただきました。かわいい、ありがとうございます。お渡ししたいプレゼントに同封した手紙にも書きましたが、友人が経験したお岩さんエピソードをまた送らせていただきます。素敵なイベントありがとうございましたということでいただきました。はい、ありがとうございます。ね、なんかもうリアルタイムで書いていただいたということで、帰りに、うん、記憶が鮮明なんですけど、ね、そうですね。これでも俺も思った、ん、島田さん声でけえなって。久しぶりに会ったじゃん、うん、舞台で、うん、でけえな声、うるさい。いやいや、まあまあ、そうか、真横だからね。俺ちょっと離れてるからあれだけど、でもそれでも大きかったよ、かなり。でもあれってさ、うん、芸人さんの中でも、でかくない？でかい。でかいよね。うん。なんかさ、その、張るべき場所ででかいんじゃなくて、うん、普段から。ずっとでかいよね。楽屋でもでかいよね。うん。うん。とかって言うよね。うん、でかい。マジで？みたいな。ずっとでかいんだよな。あれは、芸人としては、どうなん？いいことではあるのか？誰一番でかかったんですか、今まで声あった中で。うん、ああ、誰だろうな。ちょっと普段からじゃなくて張った時の声ね。うわ、この人すごいいい声してんなっていう声、俺一人いんのよ。今田さんとかかな。え、お会いしたの今田さん。なんかの番組で俺見たよ。あ、いいな。すっげえ通ってた。へえ。スコーンって。僕は早友さん。へぇ、はやともさんが声張るとき、わーみたいなとき、すんごいよ。通る通る。へぇ、うん。あれなんか、でっかいフロアに適した声だなと思ったね。あんまり声張るイメージないけどね。うん、一回張らしてみて。ちょっと大きい声出してって言ってみて。すんごいからもう、ほんとにばっかでかいんだぜ、声。すごいよ。遠くから息量ついてるか聞いたりとかすればいいのかな。
ついてまーすって言うよ。いや、僕も声でっかい方やと思うんですよ。うん、横並びで言うとね。でも、島田さんとか早友さんね、勝てないね。うんうん、大きすぎて。へえ、うん、そうですか。すごいいい声してる。あと、ゆめっちさんめちゃくちゃいい声してる。うんうんうん、いや、なんかすごい、でっかい、また、フロアに合うような、高すぎず、低すぎずみたいな、本当に耳障りにならないいい声なんですよね、皆さん。へ、皆さんいい声。まあでも、結構それ必須かもね。舞台でやる人はね。ね、もう、うん、あのさ、芸人さんのね、目指してる人たちっているじゃないですか。うんうんうん、あの要は養成所みたいなところいる人とか、うん、アマチュアの人、うん、一番やっぱ差出るのってそこだよね、声、うん、声ね、声がちゃんと腫れてるかっていうのがやっぱ一番最初のなんかベースで線引きされるよね。梅木さんとかいい声だもんね。梅木さんもいい声だ ね、ガンジーさんもいいし、確かに舞台立ってる人はいいかもね、うん、梅木さん、ガンジーさん確かにすごいいいもん、うん、声。そうだからやっぱちゃんとね、うん、舞台経験してやってるなっていう人はやっぱ声がね通るんですよ。確かにそうだ。それは俺もねすごい思う。はい、モーモーさんもすんごい好き。うん、あの多分ちょっと高いぐらいが好きなんだと思う俺。あ、なるほど、うん、声としてね聞きやすいもんね。聞きやすいね、通るし、うん、そうそう聞きやすい。低音でいい人ってあんまりピンとこないもん。わ、俺中山先生が一番だね。ああ、なるほど、ぶっちぎり聞きやすい。階段系ならいるか、うん、いそうだね。確かにすんごいいい声してるよね。田中さんもいい声だな。田中さんもいい声してる、うん、うん、なるほど。結構多いな、うん、いうか、まあそりゃそうか、そりゃそうやね、声で売れてるから、声で売れてるんだ、売ってんだもんね。そうだもんな、ね、そりゃそうだ、うんうん、声優に声いいですねって言ってるようなもんだ。そうね、足早いねボルトってお前もっと頑張れよって言ってたもんやからね。まあまあそりゃそうか、うん、そりゃそうでしたけど、ね、でもいい、はい、確かに。ね、じゃあちょっと次行きたい。あ、はい、これいいじゃない。何いいじゃないというか、岸本さん、林さん、奥様こんにちは。いつも怖くて時に薬と笑える配信拝聴しております。はい、ありがとうございます。怖い話ももちろんなのですが、岸本様の映画ドラマについての解説のうまさに惹かれ、映画館へ足を運んだり、うん、ドラマを見たりしております、うんうん、そこでもしも許されるのなら、うん、ネットフリックスの極悪女王の解説をしていただけましたらと思いメールしました。ちょうどじゃん。うん、私は幼稚園から高校まで壮絶ないじめに遭い、家庭内でも妹第一の忘れ去られた生活を送っていましたが、唯一の心の癒し、勇気が女子プロレスの極悪同盟でした。そうなんだ。マンネリなおなじみの試合しかなかった女子プロレスという白い世界に大きな黒い一石を投じて、うん、大きなムーブメントを起こした極悪同盟、うん、大好きでした。時にファンであることが妹にバレて、父と母と妹がクラッシュギャルズに扮してフルボッコにされたこともあります。それでも大好きでした。なんで大好きだったから、今では極悪同盟の方々は優しい人たちだってことも分かって、今はファンだったことを胸を張って堂々と言えて幸せです。だからなのか、ネトフリの番宣を見ただけで号泣してしまい、本編を最後まで見る自信がありません。うん、そこで岸本様のネトフリ極悪上の、分かりやすい解説、作品の面白さ、エグさなど見どころを聞いて見る勇気をもらえたら嬉しいです、うんうん、無理にとは言えませんが、うん、何卒、ご検討よろしくお願いします、うん、ルカルトネームコンコンタヌキよりということでいただきましたけども、いいじゃないですか。ちょうどちょうどですね、あの、まあでもあのいつもの YouTube の方ではないんですけれども、うん、あのとしみなでねちょうど やってたんすけど、久しぶりよね映画紹介ってね。ただまああんまり映画自体はそこまで紹介してはいないんですが、あの時間がさ、あ限られてたから、あんまり僕も聞きたかったんだけど聞けない部分があるので聞いていいですか。あ、いいっすよ。ネットフリックスとはいえ、うん、なんていうの、その要はかなりグロテスクなシーンとかって、はいはい、なかなか難しいと思うんですけど、うん、狂気とかって出るんですか。やってるよ。え、もうゴリゴリ。え、フォークは もちろん。あ、俺苦手なんだよちょっと。あ、そう。そうですね。出ないと思ってた。てか、まあ、あれをやるんであれば、やっぱ通らざるを得ないし、まあまあ、この方はだから、好きなんだよね。もともと好き。好き好き、うん。俺さ、こういう方が好きになるんだっていうのを、これを見て、なるほどって思った。極悪同盟のファンだってさ、うんうん、その、要は、
今いじめにあってたりとか、まあその、うん、自分の実生活がすごい嫌なことばっかりだったのに、うんうん、癒しが極悪同盟って、うん、その要はなんていう白い世界でやっている、うん、チャラついてるみたいなものをもうとにかく壊してくれるものがヒーローなんだ、うん、ああなるほどなって思ったわ。まあね、そういう種類の人たちを救ってる可能性はあるんだよ ね、うん、そうね、極悪同盟が。なんかなるほどな、多分僕らの世代だとさ、めちゃイケで知った人って多いですよね。あのパロディーだよね。そうそう、だから、極楽とんぼの2人が、そうそうそう、はいはいはい、あのダンプに、そうグラビアアイドルを痛めつける、うん、それこそめぐみさんとかさ当時は。でも今やったら大問題だ。いえいえ、そうですね、男なめんなよっつってぶん殴ってるから、ね、うん、女なめんなよって言ってね返したりとかね、うん、ありまして、多分あれで知った人も多くいるんじゃないかなと思うけどね、うん、確かにそうですね、面白かったなパロディ。僕もまあもちろん知ってたんでプロレスの方もね、うん、ですからまあちょっとね、でもなんていうんですかね、うん、この方だからやっぱ思い出して見る自信がないっていうことなんですけど、泣いちゃうからと、ね、多分当時をちゃんと見てる人からすると、うん、多分違うところ結構あると思うんですよ、その本来 の、うん、あの起きてた出来事とキャラクターも多少差異があるとは思うんですけど、まあ、作ってるところもあるし、ね、なんかね当時の熱量とか、うん、は多分再現できてると思うわ。観客とかの、観客とかその、まあ、本人たちも含めね、うん、なんて言うんだろうな、そのプロレスっていうものエンタメがこう、うん、人をこういかにしてこう巻き込んで、うん、ムーブメントを作ったかっていう、うん、でそこにやっぱり命かけて本当、うん、体張ってる人たちがいたっていうのでこうなったみたいなのがなんか本当に見える。そっか、でさっき言ってたちょっとそのリアルな、うん、裏側の部分、うん、その孤独感だったりとか、そのクラッシュギャルズのファンに、うん、自分の自宅とかに嫌がらせされたりとか、うん、不幸の手紙みたいのがいっぱい来たりとか、うん、でそういうところもちゃんと描いてたりとかするんでまあ多分泣くと思いますけどこの方は。だから最終回はあれですか、鉄板焼き屋開いて終わるっていうのが最後ですか。いや違うと思いますよ、ね、あ違うんだ、うん、あそっか、うん、そこは リアルにしなくてもいいというか描かれてないですか、うん、ああ鉄板焼き屋で終わるかと思ってたずっと。そまあでも、うん、ダンプさんその後タレント期間結構長くあるから、うん、相席食堂とかね、うん、出てたりすると、そこはそういうとこは出ないでしょ。出ない出ない。その、引退までですか。じゃあそうだね、引退、うん、そっかそっか、あいいっすね、でもね、うん、なんだっけ、おもろそう。でも見たい見たい。でこのまあ方にゆえの、まあ、見た方がいいと思いますよって、うん、単純にもうなんかあんまり細かいこと気にせずに、うん、なんかさ、なんか覚悟を見れた気がする。思い出してぐじゅぐじゅ泣いたっていいじゃないって思うけどね、うん、全然そうなんか別にいいと思うんだよな、うん、すごいいい作品ですから本当に。なんだろうとそんだけ感情が良くなったら忘れられない一本になるに間違いないんだから、そうね、見ちゃえばいいじゃんって思うけど僕は、うん、うん、まあまあわかんない、フラッシュバックするなんかがある、まあそれはね、あるとかもね、あるのかもしれない、それはあるでしょうけど、何がきっかけでなるかわからないやったら別にいいじゃんって思っちゃうけど、うん、プラスになる可能性もあるし、なんかそうで、しかも視点が極悪同盟の方がメインだから、うん、特に感情移入しやすいんじゃないかなと思いますよ。 そうね、その、ね、多分当時敵として見てたわけだから、クラッシュギャルズをね、そうね、うん、でもちょうどいいと思う、うんうん、っていう感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。トシボーイズさん、はじめまして、ねねと申します。はい、ありがとうございます。いつも楽しく拝見しております。はい、私のお仕事は風俗嬢です。お、ジャンル的にはエステ風俗です、うん、その時の怖い体験を投稿させていただきます。うん、愛駅の勤務の時のお話です。うん、とあるラブホテルに出張デリで行きました。隣の駅です。入る前から陰気なラブホだなぁと思いましたが、まあまあよくあることなので気にせずにお部屋へ向かいました。部屋にいたのは40代前半のサラリーマン風の少しお酒に酔った男性でした、うん、何のこともなく普通にいい方だったので、お話ししつつも時間が過ぎていき、クライマックスにかかった時異変が起きました。急にお部屋のテレビがついたのです。ん、あ、リモコンって思ったのですが、リモコンはテレビのそば、あれと思いましたが、そういうことはたまにあるので接触不良かな
とあまり気にしていませんでした。でクライマックスなんでお客様に集中と思い切り替えていると、うん、何やら横目に黒い影が映ります。え、動いているんです。えと思って顔を上げてテレビを見るとそのテレビの前に黒い仁王立ちした影が立っていました、うん、何度見返して見つめたりしても消えません。なんなら黒い影が透けている後ろにあるテレビの番組のテロップが順列じゃなくてホラー映画のような黒い影がある部分だけガタガタ文字ガタガタの文字列になっているんです、うん、何あれ。しばらく見つめていたのですが近づいてきたりもしないのでお客様に集中と思い全力で向き合いました、うん、途中お客様側からは頭上にテレビがあるので見えないのですがなんかテレビついてないと言われて私もプロ根性が働いてしまい怖がらせまいと接触不良でついたんじゃない古いホテルだとよくあることだから気にしないで自分に集中してと言っていました、うん、そしてクライマックスが終わった途端お客様は失神。ええと思ってたら黒い影とマンツーマンの私やばいと思いすぐお風呂場へ直行一応清めの塩を持っていたので湯船に入れて、うん、準備をして部屋に戻ると黒い影はおらずお客様を起こしてお風呂に浸からせ着替えをさせて部屋を出ようとした時お客様があれお金払ったのにドアが開かないなんでとパニック状態、うん、私は心の中で黒い影にただで見せてあげたんだからドア開けてよと思ってドアを蹴りました。お無事にドアを開きお客様とホテルの前でバイバイした時にん俺ラブホんなんでってなって正気に戻ろうとしていたのでああ最初から取り憑かれてたんだなと思ってえ説明するのもめんどくさいのでそそくさとその場を後にしました。どういうこと。それ以降なぜかそのラブホにたどり着けませんし探せません、うん、駅周辺は昔 SM 専門の風俗店がたくさんあったそうなのでそういうこともあるかもしれないなと思った一件でした。ありがとうございました。他にも回はあるのでまた投稿しますねということでいただきました。え、これ、え、じゃ、あの最後ちょっと、うん、ブラッとなっちゃったんですけど、うんうん、え、その人はじゃあそもそもラブホテルに行ったっていう意識もなく行ってたってこと。そうだと思う。だからえ、俺なんでラブホ行った、あれなんだっけみたいになって、出た時にね、うん、で、すごいね。あと失神してるからね行った後。うん、でもそれすらもだから別人格で失神してるでしょ。だからそうだね。ドアが開かないなんでって言ってるのも別人格ってことでしょ。そうだと思う。何これよくわかんないんだけど。いやだから確かにどこからどこがそいつの人格で何が入ってたのかっていうのがよくわかりづらいよね、うん、なんか入られた後のその人格が怖がってたりとか、うん、なんか変な音しないとかって言ってるわけじゃん、うん、だからよくわかんなくって。ああそういうことね。だから多分この方が思ってるのは黒い影がそいつのなんか正体みたいなやつってことだよね、うん、でそれが入ってどうこうみたいな話だと思うんだけど、うん、だとしたら入ってってその生産でガチャガチャやってる時のやつっていうのは、うん、入ってんのか抜けてんのかよくわかんないよね。なんでラブホテルにって言ってるのがその人の本当の人格やとしたらば、うん、それまでの、うん、例えばその人を呼ぶとことか、うん、そのホテルを選ぶとか、うん、何かに驚くとか開かないとか、うん、横で蹴ってる時におーって思ってることとか、うんうん、全部別人格が経験するでしょ。ね、これ何これだから黒い影とそいつがまた一緒かもよくわからない。じゃああれじゃない、なんでラブホテルにが実は別人格なんじゃない。だからそれは人格だからそれまで何個か入ってんのかな。何これと思ったら聞いててなんか俺もだからうんなんか変だよ、ね、聞いててこれこれそうそう何がどうなってんだろうと思って分からなかった。最後もっと不思議になるのがそれ以降なぜかそのラブホにたどり着けないし探せなくなったって言ってる。なんでだからラブホ自体もねえかもしれないってことだよね。うんもう
お手上げじゃん。探せないし、その人もちろん見つけられないし。誰が狐につままれてんのかよくわかんねえみたいな、なんか、そうね。感じような。全員なのかな、これ。すごい難しい、最後のほんと一文で、うん、わけわからなくなっちゃって、あれ？そうだね。確かに確かに。うん。でも面白いは面白いけど。なんでってなるんだ。うん。でも、お客さん失神したら、ちょっと怖いけどな。うん。どうしようって思うけど。これでもそうか、ちょっと難しいなと思っちゃった。なんかよく分かんなかったな最後ね、うん、確かにちょっと聞いてみたいね、そのおじさんにね、どっちが どこまで覚えてるとかね。全部覚えてるよってちょっとしたら怖いわ。そのなんで俺ラブホテルに来てるんだっていう一言を言うことによって、うん、罪悪感とか全部取っ払ってるんだよ、儀式だよって言うかもしれないし、俺の人格じゃないってことにするんだ一旦、うん、かもしれないし、分かんないよね。あの僕の知り合いの先輩の芸人さんで、うん、風俗行った後に絶対に神社行くって人がいた。なんで？悪いと思ってるからっつって。ああ、そのお清めみたいなこと。うん、なんか自分に対してあのお金がないのに、そういうなんか欲に負け、罪悪感、そう、そういう風なことに使ってしまったみたいな。これを使わなければ、まあ例えばどこどこ行くのに電車を使えたりとか、うん、ご飯を食べれたりとか、後輩にお答えできるのに欲のために使ってしまった、申し訳ないっつって神社にお賽銭を入れるっていうことをしてる人もいましたね。すごいやん、うん、変な人だった。なんかそれやるのもまたお金かかるしな。まあね、まあ今は辞めてパンケーキ屋でアルバイトしてますよ。それはパンケーキ屋になったらもういいのかね、うん、いやどうなんでしょう。でも今パンケーキ芸事してる時だけダメみたいなこと、ま、かなり前の話なんでね、今はもしかしたら違うかもしれないけど、当時はパンケーキ屋で働いてる、なんでそんなまた可愛らしいところでと思ったけど、パンケーキ屋、ね、うん、まあ一つ出てきましたけど、パンケーキ屋で働いてるってね、よくわかんない。はい、ありがとうございます。水江ちゃんからいただきました。水江ちゃんさん、ありがとうございます。トシボーイズの皆さん、林様、奥様、こんにちは。いつも動画楽しく視聴しております。ちょ、待って、もう一回言って。え、トシボーイズの皆さん、はい、林さんの奥様、こんにちは。あー、びっくりした。トシボーイズの皆さん、早瀬さんって言った。俺外れとんかいと思って。トシボーイズの皆さん、早瀬さんの奥様、こんにちは。はい、びっくりした。いつも動画を楽しく視聴しております。はい。夏ですね。夏ですね、もう過ぎましたけど。木原先生、中山先生の新耳袋、うん、現代百物語を読み直していたら、うん、面白いですよね。ふと大昔に体験した少し不思議なことを思い出したので投稿します。うん、あれは私が大学生の頃のことなのですが、かれこれ10年以上前になります。うん、当時の私はキャンペーンガール、いわゆるキャンギャルのアルバイトをしていました。家電量販店に派遣され、大手家電メーカーの宣伝などを行うお仕事です。うん、その日は、京都府の八幡市、うん、某家電量販店に派遣されていました。うん、お店には従業員の休憩室があり、休憩室には昼食を取るスペースの他にロッカールームが。ロッカールーム内には衣料品店にあるような更衣室、かっこ畳半畳分くらいのスペースをカーテンで囲った簡易的なものが一つ設置されていました。うん、14時になり、そろそろ休憩取ってくださいと指示された私は休憩室に入り、ロッカールームへお弁当箱を取りに行きました。うん、休憩室には私しかいません。電気をつけ、ロッカールームに入ると、左手に更衣室が見えます。なんとなく更衣室の方へ視線を向けると、閉じられたカーテンの裾から長い髪の毛がバサッてこぼれて床に広がっていました。数本とか束とかじゃなくて、人一人分の髪の毛が丸々落ちているという感じの量でした。うん、誰かが更衣室内でウィッグを外したのかもしれません。ですが、ウィッグが床についてしまうのは日本人的な感覚だと嫌だなぁと感じるのが一般的な気がします。うん、では誰かが中で逆立ちをしていた、それもちょっと無理がある気がします。うん、更衣室内には私一人で電気もついていなかったのですから。その日は怖くてロッカールームに入れず、外をプラプラして時間を潰しました。うん、お弁当は食べることができませんでした。その後、その某家電量販店は潰れてしまったので、あの日私が見たものが何だったのかわからずじまいです。
京都府八幡市は不思議な話が多いですね、ということでいただきました。うん、ありがとうございます。まあ、話自体はすごいシンプルな話なんですけれども、家電量販店多いですよね。家電量販店にまつわる、ね、話もあったりするし、うん、なんかこういうスペース、一人でいる休憩室とか一人でいる更衣室とか、あ、はいはい、結構そういうとこもなんか会の話結構多い印象ですね。これってなんかやっぱり山口先生が言ってたんですけど、うん、エスカレーターにはないけどエレベーターにはあるよねって言ってたんですよ、うん、会議が、うん、これってやっぱり個室になっているっていうのがすごく大きいファクターになってるんじゃないかなって話をしていて、うん、それはあるやっぱり開けてないからね、うん、個室でもって、で言ってその景色も全くないところですから、すぐ前に壁、横に壁、後ろに壁ですから、うん、何か良くないことをね想像したりとかいろいろ考えている中で、全然関係ない物音とかにも人の声に聞こえたりとか、うんうん、そういうことがあるから、あ、そういう現象が多々報告されるんだろうねって話されていたから、だからロッカーとかは多いと思うんですよ。うん、家電量販店なんで多いんでしょうね。家電量販店だから多いのかな。めちゃくちゃ多くない？それかはでも人が多く集まるっていうことはまあ一個あるけどさ、うん、あと電気、ああ電気関係ね、電気関係っていうところかな。うんうん、なんかすんごい多いよね本当。うん、これでも髪の毛バサッて落ちてっていうのは確かにこの方言うように、うん、ウィッグ俺つけてないけど、うん、自分のウィッグ床に置くの嫌だもん、ズラとかね、うんうん、やだ帽子と一緒でさ、そうね、やっぱちょっとなるべくそう、うんうん、置きたくない、わかるよ、しかも真っ暗の中でしょ、うん、ポーンってちょっとやっぱ気持ち悪いよね。あとロッカーでしょ、うん、なんかなんでそのところに置くにしてもなんで置くんだよって話だし、うん、まあ自分ところのロッカー違うところに置けばいいわけだもんね、なんか入れたらいいわけだし、うん、で逆立ちも絶対ありえないし、まあ、ってなると何かの気持ち悪いね、見間違いか実際に髪の毛があったか、うん、怪異か、うん、どれか、ね、どれでしょう。いやクイズの答え知らなくても、まあ、いい加減にクイズしたけど、みんなが思うそれぞれが答えだということでいきたいと思います。卒業式かその答えを胸に高校に進学してくださいか、うん、そういうことです。そういうことじゃないでしょ。皆さんの思ったのが答えです。うん、あれ、はい、ということで、うん、お便りいろいろありがとうございました。はい、我々ですね、あの X やっておりますので、はい、最新情報はそちらで得てください。はい、都市ボーイズで検索すると出てきます。はい、お願いします。ブログもございます。過去のアーカイブこちらに全部残っております、ぜひそちらも聞いてみてください。さらに都市ボーイズメール、ございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナイルミナイルミナ、ありがとうございました。ありがとうございました。